イコール・ニコラエビッチ・パナリンは、ロシアの教授で、政治学者。彼は15の辞書と多数の情報戦、心理学、知性学の論文を表している。彼はよく、ロシアや、外国のメディアと、レーニン軍事政治学アカデミーの心理学科を、金メダルとともに卒業した。1993年に彼は、改革の状況における、公務員の心理学的要員という、 博士論文を提出し、彼の政治学の博士号は1997年に、ロシアの学会の審査を、ロシアの国家安全保障の情報心理学的支援という論文で通過した。パナリンは1976年に、ソ連の KGEP で働き始めた。1991年の後、彼はファプシーで勤務し、階級は大差に到達した。彼の活動の分野は、 戦略の分析とクローズドオープン両方の情報流通の統合、危機的状況下での情報流通、グローバルでの状況のモデル作成である。彼は特に戦略的な予想を当時の大統領ボリス・エリツィンに行っていた。1999年から2003年の間、彼はロシアの中央選挙委員会の長を務めた。2006年から2007年の間、 ロシア連邦宇宙局の報道官を務めた。パナリンの教授としての経歴は、1989年にモスクワ内で教鞭をとり、1999年からモスクワ国際関係外に勤めたことに始まる。また彼自身の活動も始めた。2004年には自身のウェブサイトを設立。2008年4月には情報戦争成功のための技術と呼ばれる。 最初の訓練セミナーを開いた。これは国と経済のトップ、権威ある大きな報道機関のトップ、危機器に対応する専門家、そして決定のための時間が不足した状況下での決定を下す責任者をターゲットにしていた。2009年5月20日には週1回のラジオ番組、世界政治をロシアの声で始めた。 パナリンは現在外交官育成のためのロシア外務省の学校で学科長を務めるほか定期的にロシアのテレビ番組に出演している。パナリンはロシアは超大国であることは支持するが帝国主義的野心は現在はないと主張する。また彼はニコライトルベツコイの反ユーラシア主義を支持する。パナリンはブラジービル・レーニンとレフトルストイを批判するが ヨシフ・スターリンを評価する。これは、ジョゼフ・ボロッツキー、フィロヘイ、ニコライ・ダニレフスキー、コンスタンティン・レオンチェフの古いロシアの地政学の考えを総合した、スターリン自身による地政学的研究をスターリンが重要視していたからである。パナリンの見解によれば、1934年以後に、スターリンは新しい歴史的な条件のもと、ロシア地域での競技、モスクワは、 第三のローマの再現を開始した。1941年7月3日、スターリンはソ連国民に対して兄弟、姉妹たちよと呼びかけた。この協議はロシア地域の地政学的意見を支配し始め、レーニンとトロツキーの思想である世界革命という外部の地政学的研究を置き換えた。モスクワは第三のローマという思想に結びつくトルベツコイのユーラシア主義は ソ連の秩序の下で一つの結果を生み出した。それはソ連が世界でのファシズムとの戦闘で勝利を勝ち取ったということである。トロツキー主義者は20世紀の終わりに米国で勝利し、現代アメリカのエリートの一部であるリベラル派のグローバリズムというイデオロギーを彼ら自身に輝かしく見せつけることとなった。イゴールパナリンパナリンは最後のソビエト連邦共産党書記長。 ミハイル・ゴルバチョフの活動を非難している。ゴルバチョフが初期長について20周年の時に、パナリンは彼をロシアのアンチヒーローと呼んだ。パナリンの提案によれば、ソ連を崩壊させたことと、ソ連国民への犯罪についての、ゴルバチョフへの公の裁きと呼ばれる行動を、ポータルサイトケム、RU で2005年の12月2日から22日まで起こし、 結果として56,298人がゴルバチョフを休断した。パナリンは1990年のヒューストンプログラムに反対した。また、ロシアの在庄、アレクセイ・クドリンがこれを支持したとの理由で批判し、ロシアでの2008年の経済危機はこれの一部だとした。彼はウクライナにルーブル建てのみでガスを売るべきだと主張し、 アメリカのフィナンシャルチタニックから全ロシア資金を引き上げ、金を買って強力なロシアの銀行を作り上げるべきだと主張した。彼はまたルーブル建てのみを認めるべきだとも助言した。2005年、パナリンは新大英帝国という信号を生み出した。これは彼の見解ではダレス兄弟によって1945年から形成が始まった。この信号は 以下の7つの要素で構成されている。米英の多国籍資本、統制の中心にロンドンとニューヨーク、分析の中心にランド研究所。米国、統制の中心にワシントン DC、分析の中心に米国国務省。イギリス連邦、統制の中心にロンドン、分析の中心に BBC。トロイの木馬の国、ポーランド、サウジアラビア。 経済的に統制された国々政治的に統制された国々不安定化している国々中央アジア諸国アフガニスタンイラクイスラエルユーゴスラビアパナリンは2001年の9.11テロは項目の2番3番をそれぞれ中国と中国連邦に置き換え米国の崩壊を早めることが狙いであったのだろうと述べているパナリンが予測した 米国の分割図1998年夏、ファプシーの分析官がパナリンにもたらした、米国の経済と社会についての機密データに基づき、パナリンは米国が2010年に6つに分裂する、可能性があると予測した。大勢の移民が内戦を誘発し、経済は衰退、モラルは失墜する。彼の予測によれば、経済と人口分布の変化が政治的危機を引き起こす。 それは裕福な州が連邦政府に富を隠して事実上連邦を脱退し社会不安、内戦、国民の分裂、外国の介入をもたらす。パナリンの見解では世界のエリートの責務は米国がユーゴスラビアのような分裂の仕方をしないようにすることである。チェコスロバキアのように平穏かつ平和的に分裂が起こるのが望ましいとしている。 イズベスチアでのインタビューでのパナリンの理論の説明では、ベイドルは何者にも保証されていない。国の外国債は雪だるま式に増加している。これはピラミッドのようなものだ。いつかは崩れる不満は増大し、選挙の時だけ抑えられる。希望が奇跡を起こしかけたが、春が来た時それは奇跡ではないと分かった。2008年のウォールストリートジャーナルのインタビューの時は、 55から45%の急な変化が崩壊を起こしかけた。ある者はこの過程で喜べたかもしれない。しかし当然、私たちが話すのは、ロシアにとって良い筋書きではない。かれいわく、ロシアが国際社会でますます力を増しているにもかかわらず、その経済は現在米ドルと米国との貿易に強く依存しているために苦しんでいる。2009年3月、 パナリンは外交アカデミーの演説で、米国の崩壊が2010年までに始まり、経済超大国たるロシアと中国が共同で、進化兵によって、世界経済を立て直し、米国が存在しなくなるという確実な交算がある、と述べた。この仮説は、2008年世界金融危機の影響で、最初の発表から10年経った後に、世界の注目を集め、以来広く批判されてきた。 2011年10月、パナリンは、ウォール街を占拠せよは、アメリカの支配層との分断が深刻であることを、明白にしたと述べた。また彼は、米国は、間もなく崩壊すると、パナリンの見解を支持すると、自身が主張するアメリカの教授やアナリストを引用した。パナリンは他にも多数の考えを持ち、そのうちの一つはすでに実現している。ユーラシア経済連合。 ありがとうございます。